出会い、触れ合い、支え合い、輝きつなぐ街。これは川西市が目指す今後10年間の都市像です。平成25年度から始まる第5次川西市総合計画。総合計画とは町の未来予想図のようなもの。いつまでも住み続けたい、住んでよかった、そんな町になるための道しるべが記されています。川西市はこの総合計画によって時代の変化とともに発展してきました。10年間の町づくりの方向性を決める大切な計画。今後何を軸に町づくりを進めようとしているのでしょうか。住んでいただいている皆さん方にこの町に住んでよかったなと、そういうふうな思いが持っていただける、つながりが持てる町づくりをしていきたいと思っています。平成24年8月、第5次川西市総合計画の策定にあたり、大塩民夫川西市長と同志社大学大学院教授の新川達郎さん、内田由紀子さんの3人が同志社大学で提談、お話を伺いました。1時から4時のまではですね、計画を立てる時点ではやはり経済的にも、そしてまた人口とかそういうもの全て右肩上がりの時代だったと思うんですね。これがやはりこれからの10年を見せた時には、経済においても人口においても残念ながら今のままいけばですけども、減少することがなく、今までどちらかと言いますと行政がリーダーシップを発揮してですね、町の作り方とか行政指導という形でのことが多かったと思うんです。ただこれからはやっぱり市民のライフスタイルに合わせたやり方にできる5次の総合計画をしていきたい。行政における市民参加の研究を行っている新川教授。新川教授は第5次川西市総合計画審議会の会長を務めています。審議会は学識者、事業者、企業、そして市民で構成され、計画の基本構想と基本計画について議論を行います。これからの川西の街づくりは市民と人が一緒になってやっていくという以上に、市民の皆さん方に物だけではなくて心の豊かさも含めた豊かさを実感してもらう、そして一人一人が充実した人生を送っていただく、そんなことを大きな狙いにして進める。第5次川西市総合計画では、市民の皆さんが幸せを実感できる街づくりを目指しています。グロスナショナルハピネス GNH、 世界で注目されつつある新たな基準です。 GNH は国民総幸福量と言われ、心の豊かさでその国と国民の幸せを図る考え方。日本では2010年に内閣府で幸福度に関する研究会が立ち上がりました。内田准教授は内閣府幸福度に関する研究会のメンバーの一人です。私たちの幸福が何だろうっていうのを追求していくような時代に変わっていっている、地域、市町村っていうような単位と共同で目標設定をすることもできてですね、その中でやっぱ個人個人がどういうふうな町に自分が暮らしてみたいと思うか、自分がその地域のつながりに対してどれだけ積極的に関わっていくのか、こういうことをちゃんと指標としても設定をする、その地域の特色みたいなものが多分おそらく必要だと思うんですよね。そういう特徴っていうのを打ち出していくことができれば、自分はこういう特徴のある町に住んでいて、でそのところに積極的に自分がその目標に関わっていくっていう意識を持つことを、多分それは住民にとってもとても幸せなことだと思うんですよね。行政の中でもですね、地域の幸せっていうのはどういうふうに考えるかっていう視点がもう少し進んでくると、きっといろんな面で救われる人が増えるんじゃないかなっていうふうに思っていますけれどもね。
この辺りお互いに幸福を感じる時の、共通項のようなものが発見できれば、これからの街づくりの、鍵になるような気がしますけど、ある震災が起こってつながる絆っていうものを見直そうという風潮が少しこう出てきたところの時代かなと思うんですね。地の縁とかですね、縁っていうものを、日本社会ではおそらく大事にしてきたと思うので、そこは何か手がかりになるんじゃないかなと感じてるんですけど。そうですね、川西はですね、今もすでにコミュニケーション結構皆さん頑張っていただいておりまして、市民力は私は高いというふうに思っています。地域を豊かに楽しくやっていこうよと、人の比率をもっともっと増やしていくのにたいと、そのように思いますね。今やはりどこの地域もそうですけど、そういう地域活動をされる方々がだんだん高齢化をしてこられて、次の世代をなんとか育てないといけないということが課題ですけど、同時にそういう活動に少しでも関わって、その活動の楽しさだとか、そこで生まれてくる新しい関係への目覚めだとか、充実感や幸せな感というのをそこで感じてもらえる、そんなことも大変さと裏腹に出てくるような気がしますよね。そういう経験を、むしろ大人たちにもたくさんしてほしいという気持ちがありますね。縁っていうのは自分で選ぶものだけではないんですよね。つまり縁っていうのは普段はそれほど表に出てこなくても、まさにこう縁の下の力持ちになっていてですね、緊急事態になると、あ、この人に頼めるんじゃないか、助けてもらえるんじゃないかっていうような、心のどっかにそういう安心感があることっていうのは、私は非常に重要なことになるかと思うんですね。私だけじゃなくて、やっぱ市民の皆さんが一番やっぱり、あ、管理人でよかったなと、全国に先駆けた監視モデルを作らなかった、そのぐらいの思いでやっていきたいと思っております。地域でみんなで見つける幸せ、これから幸せをもたらす何かを見つける旅が始まります。